はい。それでは行列とベクトルの積ということで、行列と数ベクトルの積について少し考察してみたいと思います。前回行列と行列の積を定義しましたが、行列と数ベクトルの積も当然その応用として計算できます。例えばここに st という二次元の数ベクトルがあります。これに左から行列をかける場合は、行列の列の数は2列ということになります。 この場合、3行2列の行列、1230-14という行列をかけてみます。そうすると、1行目第1成分は、12と st の積ですから s、s たす 2t。2行目は 3s たす 0t、つまり 3s ですが、3行目は -s たす 4t ということになって、得られるものは3次元の数ベクトルということになります。これを st を分離しています。 3,、えー、1, 3, minus 1の s 倍。ここのですね。タ、え、ス、ー、の左側の部分は s, 3, s, マイナス s ですから s 倍の 1, 3, マイナス一。1こちらの部分はあ t 倍の 2, 0, 4と書くことができます。このように行列とベクトルの積というのは数ベクトルになります。行列と数ベクトルの積は数ベクトルになりますがこの数ベクトルは 元のこのかけた行列ですね、えー。左からかけた行列の1列目と2列目の数ベクトルの成分を係数とする一時結合になっているわけですね。はい。行列の列ベクトルの一時結合で、係数はかけた数ベクトル。数ベクトルの右側のこの数ベクトルの成分ということになります。はい。で、EI、えー。E っていう、R3 の、例えば基本ベクトルを考えてみましょう。R3 の基本ベクトル EI を EI に、例えばこれ E1 ですね。E1 に3列の、この場合はと3行3列ですけども、これはまあもちろん行数は続いていてもいいんですけども、3行3列の行列に、行列を E1 に左からかけるというふうにします。そうすると、1列目がこう出てくるわけですね。1列目は出てくるんですね。 これは、この行列を A とすると、A の1列目が出てきていることになります。これはつまり stu というのに A をこうかけると、これは A が3列だとすると、A の1列目足す t 倍の A の2列目足す u の A の3列目というふうになるわけですけども、stu が100だと、ここが消えまして、この1列目だけがこう、残るということになっているんですね。つまり、 三列の行列に三次の基本ベクトルをかけると、EI をかけると、A の大 I 列がそのまま取り出された方格好で出てくるということになります。つまり、こうするとですね、そうするとですね、えっと、逆にですね、STU というベクトルは S 倍の100たす、T 倍の E2 と書いてあます。E2 たす U 倍の E3 とこうなっているわけですけども、 a かける stu っていうのは a かける括弧 s 倍の e1 足す t 倍の e2 足す u 倍の e3 でこれは s 倍の s 倍の a かける e1 a の1列目足す t 倍の a かける e2 2列目足す u 倍の s3 ということでこの式ですねこれと同じような結果がまあ逆に得られるわけですねつまりまあこういうのをまあ 線形性と言いますけれども、分配法則なんですけどもね、使っているのはこの a×se1 たす te2 たす ue3 っていうのが分配法則を満たすということが、すなわち、このように s、1列目の s 倍と2列目の t 倍と3列目の u 倍になるということですね。で、特に、ま、100とか基本ベクトルのときは、大アイレスが取り出されるということになりますと。ということです。 はい。それでは、行列とベクトルの席について、今の話をちょっと確認する問題をやってみましょう。次の等式が2位の STU について成り立つように、ABC を定めようということで、このような、このような等式を考えてみましょう。 えー、stu が2の stu ですから、これは高等式ということですけども、特に s が 1, t が 0, u が0とか置くとですね、左辺を、両辺を比較することで分かるわけですね。例えば s が 1, t が 0, u が0としてみると、ここは消えますので、ここは -1、2になるということから c が2というふうに分かるわけですね。で、同様に0、1、0、e 2をかけてみると、a-1 が出てきますから、a は3だということが分かりますし、 001をかけると b、4b が4-3と等しいということで、b は -3 とわかります。はい。まあ、このようにこの stu を基本ベクトル123に置くとですね、a、このかけた行列 a の確率が出てくるということですね。